はい皆さんこんにちは今日は素の AI の歌詞作りについて改めて説明をしますサムネにも書いてありますように日本語歌詞の場合ひらがなで歌わせる方が流暢に間違いなく歌うということは知っていましたか間違いないということはまあ考えてもわかりますよねやはり漢字の読みというのは日本語の場合3種類も4種類もあったりして なかなかうまく読めないこれはもう皆さんもやってる中で気づいたと思いますじゃあひらがなにしたらいいじゃないかとは思うんですけれどもひらがなの羅列になったらですね特に日本語の場合「何々は」というのがですね とと発音するのに何々はっと書くんですここがとっても日本語のややこしいところですのでいわゆる点をつけてあげれば自分たちも分かりやすいし読みやすいんじゃないかそんなふうに考えて僕の大人気のスノー a i 専用歌詞ビルダーチャット g p t プラスに入っている人しか使えませんけれども。 僕の方としては、無料で皆さんにお配りして、たくさんの人が使ってくれています。今のところで3、三四百回、皆さんが歌詞を作ってくれたりしています。では、そのスノー AI 専用歌詞ビルダーでやってみましょう。はい、どこかで聞いたような歌ですが、名残雪、J－POP 女性シンガーということで、歌詞を書いてもらいます。 BPM やキーがあれば教えてくださいということですが今回は「わ」というのが出てこなかったらダメなのでツーコーラス作ってもらいます。ツーーコラス、あと,はお任せとしますはいこのように作ってくれました「わ」というのがどっかにないか探してみましょう。 はい、今は遠い思い出ここにありますね他には心はまだ、まあ、ここにも一応はありますねこれどうするかですがこれを普通にひらがなに直すとダメなんですけれどもひらがなでというふうにしますひらがなで句読点に気をつけて変換してというふうに言いますはい1回目やってもらったら この「今は一人」というのが僕の思いの「今は点一人」になっていませんでしたそこで「今は一人」は「今は点一人」このようにする約束じゃないかなというふうに言いましたら申し訳ございませんご指摘のとおり「は」のあとに句読点を入れるのが正しいルールです修正したひらがなの歌詞を以下に提示しますということで「 ここ今は1人という,ふうになりましたねでも心はまだのところは忘れていますねこれもっとなるべく精度を上げていきたいと思っていますが一応そのようになるようにしていますしもしならないところが1か所2か所あった時は皆さん「歯の後ろにですね点を入れて修正などをしてみてください。 そうすると、スノー AI ではですね、うまく歌います。じゃあ、ひらがなで出せば、どんな感じになるか、このようにコピーしてですね、そして、スノー AI で歌ってもらいましょう。クリエイトボタンを押しまして、カスタムモード、これで貼り付けます。そして、スタイルオブミュージックのところにですね、これをコピーして貼り付けます。そうしまして、今度はタイトルですね。 名護隆起でしたねはいこれでクリエイトします絶対こちらの方が流暢に歌うというのは僕の経験上分かっていますそして基本的に間違いが少ないということですはい出来上がったようですので聞いてみましょう スタイルオブミュージックのソフトピアノストリングスというこれは何か効き目があるように思いますね。 ちょっとゆっくりだったからバース自身も全部歌いきっていませんでしたが「今は一人これはですねちゃんと「今は一人と言わないでですね歌いましたこのようにですね僕のビルダーがどうであれですね皆さんは歌詞を入れる時にひらがなになって「歯の後ろに点を入れるこれをやればですね 一番日本語のボーカルとしてはうまくいくような気がしています一度皆さんも試してみてくださいご視聴ありがとうございましたまたね